あけましておめでとうございます。防衛大臣の岸信男です。令和4年の年頭にあたり、国内外で任務にあたっているすべての退院諸君に新年のお喜びを申し上げます。昨年は諸君一人一人のおかげで、我が国と世界の平和と安定が保たれたと心から感じています。私は日本中、そして 世界各地で懸命に職責を果たす隊員諸君のことを片時も忘れることはありません防衛大臣として改めて心からの敬意と感謝を表します今日は少しお時間をいただいて全国の隊員諸君に私の思いのいくつかをお伝えしたいと思います我が国の安全保障環境が 厳しさを増すばかりですがこれは年が改まっても改善するものではありません昨年における周辺国軍隊の活動の活発化を見るとこの傾向は続くであろうしさらにこれまでに見ない形での活動も予期しなければなりません特に中国とロシアの艦隊による我が国を集回する飼育活動や 我が国からわずか110キロしか離れていない台湾周辺での中国軍機の活動中国の空母を含む艦隊による太平洋への進出と艦載機による訓練はもはや我々わが国周辺そして太平洋が我が国や太平洋諸国にとって決して安穏としていられる海域ではないことを 如実に示していますこれらは一例にすぎませんがこうした状況を前にして我々は今今年何をすればよいのかこの意味で本年国家安全保障戦略防衛計画の対抗及び中期防衛力整備計画を新たにすることになったことは誠に時期にかなったものであると考えます。 記者総理からはこれらの改定に取り組むことといわゆる敵基地攻撃能力の保有も含めたあらゆる選択肢を検討し必要な防衛力の強化に取り組もうと指示をいただいていますこれを受けすでに省内に防衛力強化加速会議を立ち上げているところ防衛省として 想像力と冷徹な目で持って明日の我が国と地域を守る大きなデザインを描いてほしいと思いますそして舞台やさまざまな部署にあってはこれまでのやり方がもはや通用しなくなっているという現実を直視し第一線においていかに我が方の優位を獲得するかそして 広報を含む、あらゆる部隊や組織においては、確実な対処のために、どのような準備が必要か、常に考えていただきたい。各隊員に置かれては、自身の仕事がこれでよいのか、一人一人が改めて東京とから始める年明けとしてください。そして、情勢の実態から目を背けることなく、現実的に、 そして、創造的に考えできることは積極的にしなければならないことはもれなく確実に自身の職,職務にあたっていただきたいと思います。さて新年早々厳しい話を申し上げましたが一方昨年はさまざまな自衛隊の活動に意欲的な取り組みが見られた有意義な年でもあったと思います。 陸上自衛隊においては28年ぶりに全国規模で大規模な部隊展開要領を延連した陸上自衛隊演習海上自衛隊においては南シナ海を含め広くインド太平洋地域に展開する IPD 航空自衛隊においてはコープノースおよびレッドフラッグアラスカなどが挙げられると思います。そして 国民からの期待も大きく、まさに自衛隊が国民の安全・安心の最後のトイレとなることを示した大規模接種センターの設置・運営は、防衛省自衛隊がこれまでに経験したことのない活動でした。訓練・演習・計画開始・災害派遣と全国のつつ裏裏で、そして任務によっては 海外で自衛隊の各部隊が活動していますが先に述べたように安全保障環境が厳しさを増す中その内容にこれまでにない考えで考えを取り入れる必要があるかもしれません。また臨機応変に対応しなければならないかもしれません。そうしたことは、企画・画計の段階で、 起きるかもしれませんし現場で活動中に起きるかもしれませんそうしたときやはり防衛省自衛隊に求められるのは国民の安全安心を第一に考えればどうすればよいかということだと信じます私も防衛大臣として常にそうした意識を持って仕事に与えたいと思いますし一人一人にも ぜひ考えていただくことを望みますここまでさまざま申し上げてきましたが今後も常に私自身が諸君の先頭に立ちあらゆる課題に立ち向かっていく気持ちに変わりはありません令和4年も防衛省自衛隊に一丸となって日本の平和と安定を守り抜いていきましょう